今日は質問コーナーの動画です。この前質問募集して、たくさんの質問ありがとうございました。もう本当にね、たくさんの質問があってすごくね、ありがたかったです。でも全部見るのがすごく大変でね、全部の質問にはもちろんね答えられないと思うんですけど、まあ、できるだけね多くの質問に答えたいなと思って、ちょっとね質問コーナーが何本かになるのかなと思います。ということでね、もう早速今からこの質問を見ながら、答えていきたいと思います。まずね、多分一番多かったんじゃないかなっていう質問がこちら、お子さんは作らないのですか。もうね、これめちゃくちゃ多かった。子供はとか、ご解任されてますか、子供はまだ作らないですか、お子さんの予定は、結婚して何年目ですか、子供は考えてないですか。もう本当にね、たくさんね、今までものね質問でも結構これあったと思うんですけど、まあ、私今まで仕事の都合でね、結構海外に行く、その YouTube じゃない別のお仕事で海外に行くことがよくあったので、まあ、そういうので、まあ、まだもうちょっと仕事するかなっていう意味で子供はね考えてなかったんですけど、まあコロナのね問題が起きてから、やっぱり海外のね仕事がほとんどなくなって、まあ、タイミングかなっていうのもあったり、あとまあ最近友達がね結構結婚と出産ラッシュだったりもするんで、まあ、ちょっとね年齢的にもそろそろかなとは思ってちょっと考えてました。日韓関係が良くない時、旦那さんとそのことについて話すことはありますか。なんか私があんまりニュースとかそういうの見ないタイプなので、くまちとかが定期的に今こういった日韓問題起きてるよとかいうのは教えてくれたりするけど、それについて討論したりとか議論したりはないかなって感じです。折れた歯は今どうなってますか。そう、ごめんなさい、これね今までにもコメントにいっぱいあった。モンテクリストの動画でフォークを噛んだと噛んじゃって、折れたとは言ってないです。ちょっと欠けたんですね、ちょこっと前歯が。でも言うほどです。ご心配かけて申し訳ありません。はい、もう心配ないです。最近コメントしても反映されないことがあるんですが、コメントは選んで承認しているんでしょうか。基準とかあるのか教えてほしいです。これもね質問でちょっと答えたいなと思ってたんですけど、これねコメントしてもう反映されてないっていうのは、普通のコメントをしても反映されてない場合はちょっと悪質で、他の方が見て嫌な気持ちになるようなこうコメントがいくつか続いたアカウントっていうのはブロックさせてもらってる可能性があります。もう本当に申し訳ないんですけど、ただコメント数がすごくて、私一つ一つ承認してるので、やっぱりそういった悪質な承認しないような内容を毎回書かれているアカウントはちょっとね何個かブロックさせていただいてます。なので今は普通のコメントしか書いてないよとかいう方でも、もう過去に悪質なの書いてを連続で書いてたりした方はブロックになってる可能性があるので、私の方にもう出てないんですね。申し訳ないんですけど、その可能性が高いと思います。もしくは全然周りの方が見て嫌な気持ちになるような文章とかコメントじゃなかったんですけどっていう方は、多分ね、スパムに飛んでる可能性があります。スパムの方に飛ぶか、もしくはなんかこうキーワードが何か引っかかって YouTube さんの方でこう飛ばされてるかの可能性はあります。あともう一個可能性として、やっぱり全部は私コメント見れてないんです。だから私が目が届いてないだけの可能性もあります。ちなみに承認する基準は悪質っていう、その個人情報じゃない悪質、例えば他の方の目に入った時に、わーなんかちょっと嫌味っぽいな、ちょっとなんか嫌な気持ちになるなっていう内容は、私は構わなくて今まで承認しちゃってたんですけど、それを嫌と思ってる方が意外と多いことをコメントで知って、まあ、ちょっとそういうのは承認しないようにしてます。やっぱりね、不快な文章っていうのはちょっと覗いた方がいいんだろうなと思って、それは本当にご迷惑をおかけしてます。コメントについてはね、できるだけ承認頑張ってやってるので、それでいけたらなと思います。コメント欄を再開した理由は、まあ、もともと閉じた時に再開する予定で閉じたので、まあ、遅くはなっちゃったんですけど、そろそろじゃないですかっていうお声もいただいたりして、再開することにしました。とぎもちさんがつけているピアス、いつも可愛いなと思ってます。よければ持っていらっしゃるピアスが見たいです。ピアスのアクセサリーケースでおすすめのものがあれば教えてください。あ、これね、この質問今まで、いつもというかリクエスト結構あったので、ちょっと一本の動画にまとめたいなと思って、また撮りたいです。撮りたい、ちょっとまだ先になるかもですけど、また出したいです。とぎちゃんが揚げ物をするとき、いつも思うんですが、油の量なんですよ、量なんですか。少ないですよね。私多分ね、これ
自分で少ないのは分かってるんですけど、一回揚げ物して油そのまま捨てちゃうのもったいないなと思って、もう私のもったいない病です。少し少ないけどギリちゃんと揚げれる量でギリ行きたいなっていう気持ちで少なめです。クマさんとの馴れ初めが聞きたいです。あ、これね、一本動画にしたいなと思ってます。クマさんと二人で話す動画にしてもいいし、私だけで語る動画でもいいし、なんかこうこの質問が今まであの質問コーナーで毎回あったのでね、知らない方と知ってる方いろいろいると思うから一本にまとめようかなと思います。ちょっとまた後になると思うんですけど、いつか出せたらなと思ってます。韓国のタンムジって日本のたくあんとどう違いますか？味とかどこを調べてもどう違うのかがないので聞きたいです。まあ、私の感覚で言うと、韓国のタンムジより日本のタンムジの方がなんかこう出汁とかカツオの香りがある。ちょっとあとなんか日本のタンムジの方がシュワッとなってる、シュワクチャッとなっててコリコリ感が強いかな。セカンドチャンネルはコメント開けないんですか？セカンドチャンネルのコメントは今のところ開ける予定はないです。あのメインチャンネルのコメント認証もう一日中やってるんですね。だからもうセカンドチャンネルをやる余裕はないかなと思います。韓国の家賃ってどれくらいですか？ちなみにトゲモツさんが住んでいる場所はおおよそいくらぐらいでしょうか？これね、あの日本でもそうだと思うんですけど、一括りに言えないのが、住んでる地域とかね、マンションアパートとかによって全然値段が違うじゃないですか。だから難しいんですけど、私が住んでる場所とかで言うと、私ね家賃じゃないんですよ。あの前もお話したんですけど、ジョンセっていうシステムで、まあ、ある程度の大きなまとまったお金をボンとその大家さんというか、あの家を持ってる方に預けて、で出ていく時にそれをそのまま返してくれて、まあ大家さんはその利子でやっていくというか、利子をもらうみたいな感じ、そのね、あの方法で家を借りているので、正直家賃で借りたことはないかな。あ、ただね、あの語学堂に通った時に、私ソウル大学の入り口駅、ソウル大入り口駅っていうところのすぐ近くに住んでたんですけど、その時は家賃だったんですよ。その時の家賃がワンルームで、1ヶ月10万円だったかな。うん、それぐらいでした、あの辺の地域は。身長と体重教えてくれませんか？これも多かったですね。身長は前も言った通り、161か2かな、なんか調子いい時2になるんですけど、調子悪い時161ぐらいでね。体重なんですけど、私体重はね、何回か動画とか、あとイベントの時にも質問されて答えたかな、まあ、言ったことあるんですけど、まあ、40代後半ですただね、あのめちゃくちゃその後半の中でも上下します。あのご飯すごい食べた後とかは 2,3 キロ増えてたりとかする。で次の日また戻ってたりとか、そんな感じかな。いつも動画楽しみにしています。質問です。いつ頃から韓国に興味を持ち住もうかなという決断をしたのですが、トギさん大好きです。あのこの質問ちょっと多かったので今更ですけど、ご説明させていただきたくて、私はそもそも韓国好きで韓国に来たわけではなくって、クマさんとの結婚っていう機会があって、流れで韓国に来て韓国で住むことになった日本人ですなんか意外と韓国に住んでる日本人の方って、もともと韓国ファンとか韓国好きとか韓国を勉強したくて来てる方が多いから、私のパターンそんなに多くないのかなって、どうなんだろう実際思ったり。ペヤングのごく激辛食べてみてほしい。これね、意外とねコメントでちょこちょこ見るんですよね、今まで。もなんか前私動画でプルタッポックミョンとそのペヤングの激辛食べ比べやったと思うんですね。あれかなもしくはまた新しいのが出たのかな。トギモチさんが韓国に住んでいて差別的なことを受けたことがありますか？実際に韓国の方は日本をどのように見ているのでしょうか？話せる範囲で教えていただきたいです。これについてですが、私の感覚で言うと、もうだいたい5年ぐらい韓国に住んでるんですけど、こういった差別的なことは一切受けたことがない。これ動画だからとかじゃなくて、本当に正直言って全くない。韓国で住む前に日本のニュースで見てた韓国のイメージと実際に来て住んでみたイメージは全然違いました。もともと嫌なイメージもなかったんですけど、住み始めてさらにいいイメージができたというか、なんか人と人との距離が近いなっていう、なんかこう温かさなんて言うんだろう、あと日本好きの人がすごく多いなっていうのはめちゃくちゃ感じてます。あんまり社会的な問題とかそういうのはちょっと正直ニュースあんま見ないから分かってないから、ごめんなさい。そういうとこは
説明できないですけど、まあ私が感じたのはそうかな。日本語教師はまだやってるんですか？やめてはないんですけど、まあもともと就職するっていう形じゃなくって、まあちょっとこういうのあるからお手伝いしてほしいって言われて、まあそれでお手伝いしてる感じなんで、結構日本に行くときは結構長期で休んでてもいいし、自由な感じでやらせてもらってるので、今コロナのこともあってね、なんか人が集まるのもあれなので、ずっとお休みしてます。歯並び直す予定はありますか？もうすでに噛んでる滑舌が気になるので。そうですね。なんかよく滑舌が悪いって言われるんですけど、私今まで滑舌悪いって人に YouTube のとかネットの中以外では言われたことがなかったから、自分で知らなかったんです。気づかなかったんですけど、歯並びが悪いのは、気づいてました。大学院の頃に一回歯並びちょっと直そうかなと思って、歯医者さん行きつけのところで見てもらったんですけど、私の歯ね、ちょっとめんどくさいのが、まず下の歯がこれちょっと一本引っ込んでるんですよ。あと、上の歯がね、ここわかります？なんかよく言われるんですけど、ここに牙みたいなのが一本あって、実はその横に子供の歯があるんですよ、私。まだ乳歯が残ってて、これね、乳歯が抜けてないからそこに入る手だった歯がこっちに来ちゃって、で、なんか向きが変になって牙みたいになってる。これもね、直すのすごい大変なんですよ。まず乳歯を抜くじゃないですか。で、これをここの乳歯のとこまで持ってくるの結構距離があって、その矯正でやろうとすると相当時間がかかるって言われちゃったんですね。いろいろ問題がありすぎて、結局矯正やめたんですよ。韓国での生活で日本より良いところと悪いところを教えてください。外国での生活はどのような感じなのか、ほぼ日本から出たことがないのでお聞きしたいです。なんだろう韓国のまずいいところ、私が今パッと浮かんだのは融通が効く。なんかちょっとお堅い機関とかあるじゃないですか。その市役所だったりそういうところとかもそうだし、 お堅くないところでも予約するときとかなんとかね、お店とやり取りするときとかでも、なんか日本だと結構もう時間過ぎました、期限過ぎました、ダメですって言って結構きっちりしてるとこがあると思うんですけど、韓国ね、ちょっと押せば融通効くとこ結構ある。なんかお店とかでも、もうなんかもう今閉まったよ、もうダメダメダメみたいな感じって言いつつ、ちょっと押せば、じゃあいいよいいよ、入って入ってみたいな、なんかちょっと融通効く場合が多い。いざとなった時に助かったことが何回かあるので、そういうの好きだなって思います。あとなんか日本人って分かると結構、日本から来たの男なのみたいな、すごいなんか興味津々に話してくれる人が多いのも、人と人との距離が近いというか、ちょっとしたところでこうすごい話しかけてくれるとかがなんかいいなって私は思います。まあ、他にもね、韓国のいいところいっぱいあるんですけど、ちょっと今急にで一瞬思い浮かばなくて、ちょっとまだまだあると思います。で、あとね、悪いところなんですけど、ごめんなさい、これもね、今浮かんだことでね、言うとね、お店がね、なんか急に閉まってたり、ちゃんと営業時間って出てるのに閉まってることがすごく多い。私これね、結構もっぱんやるのでね、何回か困ったことがあって、今日定休日じゃないのになんで休みなのって、急に休みだったりする場合もあれば、わざわざ結構遠いとこまで行って営業時間書いてるのに、もう今日は閉めますみたいなのが貼られてて、閉まってるの時が結構あった。あとね、これ今コロナが始まってからの話じゃなく、コロナ前もそうだったんですけど、お店のね、入れ替わりが早くって、なんかちょっとネットでね、ブログとかで書いてる人がいて、でそれがね、2、3ヶ月前とかのブログだったりしても、もう閉店してたりする。だから本当に店がね、どんどんね、で新しくできてブームになって、流行ってすぐなくなってのこれがねすごく多くって、そこはちょっとあれかな。 あともう一個あるのが、スーパー行った時になんかね、小売りがあんまりない。日本だとトマトのパックとかちっちゃいの、一人分とかのサイズで売ってたりするじゃないですか。なんか他の野菜もそうだし。で、韓国結構一つが大量売りなんですよね。だからトマトとかもこんなパックスにもうボワーって入ってたりとか、あとニラとかもね、すごい束でボワーって、こんなにいらないんだけどなと思いながら、もう一つの料理作るのにね、全部の野菜を買おうとしたら、もうすごい量になっちゃうっていうね、冷蔵庫パンパンになる。だからそれはちょっと不便だなと、私は日本人の感覚であった。クマさんと暮らしてお二人がハマっているおすすめする食べ物を教えてほしいな。
私とクマさんが2人揃って大好きなのがゴボンサムゲタンっていう、その何店舗もあのいろんな場所にあるかなと思うんですけど、そこがすごく美味しくて、なんかねスープがとろっとろというかドロッドロというか、ちょっとねもう固体になりかけてるぐらいにすごいとろみがあるスープの、サムゲタンなんですよ。鶏1匹丸々入ってる、めちゃくちゃ美味しいです。もし結婚式あげていればその時の写真を見てみたいです。私はクマさんと日本と韓国でどっちも結婚式をあげました。日本の結婚式と韓国の結婚式、こんな感じです。とぎもちさんは動画でたくさん食べてるのになぜ太らないんですか、ずっと気になってました。何か体型維持の方法があれば教えてください。いつも動画楽しみにしてます。この質問も今まで何回もあって多かったんですけど、私基本的に1日ご飯はね2食ぐらいかな、動画を撮る日が2食で、動画を撮らない日は1食、あーでも2食ぐらいか。まあ朝起きて、化粧して準備して、で動画撮影でがっつり食べて、セカンドもそのまま流れでおやつみたいな感じで食べて、でそっから次の食事はもう夜です。クマさんが帰ってきて一緒にご飯食べるぐらいなんですけど、その時はもう本当につまむ程度で、クマさんが食べてる前でちょこっとなんかこうつまんで一緒に食べるよみたいな感じですね。そんなに量食べないかな。だから夜が少なめで朝がっつり食べる。あとね、なんか胃腸が強いと太りにくいって思われてるのかなんかわかんないけど、私はね胃腸が弱いタイプなんですよ。消化は早いけど胃腸はねよく崩す。だから私結構動画でその1回でバッと食べるのを何回もずっとね何年か繰り返してきたこともあって、この前のお正月ちょっと病院に運ばれるようなすごい大ごとになっちゃって、ちょっとね体調崩したんですね。それ以来ちょっとね他の食事をちょっと兼ね合いで調節しつつ、うまく野菜も食べるようにして、まあ、健康は保ってるかなと思うんですけど、そう、国際結婚して大変だと思ったことは、私は一言で運が良かった。まあ、いわゆる韓国に嫁ぐと結構よく言われる大変だっていうことが、まあ、チュソクとかソラルとかお正月ですねとかの連休の時にすごいなんかご飯みんなで親戚集まって準備して、いろいろなんかこう儀式みたいなのやってとか、それがすごい大変だし、あと親戚とのやり取りとかもいっぱい密になるから大変だっていう話を聞いて、それで悩んでるというかちょっと苦しんでる韓国に嫁いだ日本人のお嫁さんとかも結構話は聞きます。なんかブログとかそういうのでも書いてる方多いと思うんですけど、本当に最初に言った通り私は運が良かったのが、クマさんのご両親だったりご親戚っていうのがソルラルとかチュソクの期間になると結構海外に今コロナのになってからちょっとあれなんでないんですけど、結構海外に出て長期のね期間を利用して出かけられる場合が多くって、ほとんど皆さん韓国にいらっしゃらないので私もうまいことそれを利用してクマさんと旅行行ったりしてるから、そういう苦労が、今まで一回もなかった。あとクマさんのご両親がすごくね優しい方なので、まあめちゃくちゃねよくしてもらって、私にね負担がないようにね自由にさせてもらってるので、本当に自分のね、置かれてる状況をすごく毎日感謝してます。クマさんにお弁当を作ることってありますか、韓国のお弁当事情とか知りたいです。お弁当にキムチ入れるのかな。あーこれね、私お弁当クマさんに作ったことないです。一緒にピクニック行こうかで作ることはあっても、普段クマさん会社行っちゃうと会社のね食堂でご飯食べるので特に作ることがなくって、でも聞いた話によるとなんか子供とかができると子供に持たせるなんかお弁当とかはなんかキンパブ作って入れたりだとかはよく聞きます。日本と韓国どっちが好きですか。これはね正直もう何とも言えない、私が好きなのはロシアだから私ロシアすっごい好きなんですよね、異常なほどロシアファンだから、ただ一言そこかな人間ドックなどは受けたことはありますか。毎回添加物や塩分糖分がとても多い食事なのでシンプルに体調に異常はないのかが気になります。もう一つ、運動は何かされてますか。まずさっきに言った通りに運動はあまりしていないのです
が、人間ドックはね、毎年1回受けてます。クマさんと一緒に受けに行ってるんですけど、特に大きな異常はないですね。まああえて言えばちょっと細かいところで、貧血、私貧血持ちなんで、血圧測るとすごい低血圧なんですよ。だからちょっと鉄分が足りてないとかは、それはあるかな。とぎもちさんは日本国内海外ともにいろんなところに旅行されてますが、特に良かったところやおすすめの場所があれば教えてほしいです。あーもう浮かぶわ2つ、ハワイとサントリーニ。もうここはねもう譲れない、もう大好き。なんかとりあえずどっちもリゾートですよね。種類の違うリゾートというか、ハワイはまあ皆さん日本人の方いっぱい行くと思うから分かると思うんですけど、サントリーニはねとにかく一面白と青の建物がバーって並んで、こう崖のところにこう建物がバーっとできてる感じで、車が通れないような馬で移動してるような、もう分かります、すごい良かった。サントリーニね、海産物、あのお魚焼いたバター焼きもめちゃくちゃ美味しかったし、ワッフルもすごく美味しかった。 何食べてもやっぱり観光地、完全にもう観光地なので、その観光向けにちょっと値段は高いけど結構美味しいものも多いし、いや良かったな。サントリーニはめちゃくちゃおすすめ。生配信やらないんですか？トギちゃんの生配信好きだからやってほしい。そう言われればやってないなって感じで最近やってなかったですね。生配信またやってもいいなと思うんですけど、またでもちょっと機会見て、なんかの機会があればやってもいいのかな。ファミコンのお手紙大切にしてます。あ、ファミコンファミリーさんありがとうございます。トギちゃんの食べることと、動画編集以外の趣味は何ですか？何をするのが好きですか？またいつか会えるといいなと思ってます。一緒に美味しいもの食べたいな、応援してます、ありがとうございます。食べることと動画編集以外の趣味だと、家で本を読むの結構好きで、毎回日本行くたびに本いっぱい買ってきて、あの家にストックというか置いてるんですけど、あとね結構私資格の勉強するのが好きで、今後ねその資格が必要かどうかは関係なく、ちょっとなんかこうテストとかチャレンジするのがすごく好きだから、なんか資格はちょこちょこね受けたりしてます。って言っても、そんななんかめっちゃ大それたあの国家資格とかじゃないですよ。どっかのなんか企業さんが出してる資格だったりっていうか、何々法人が出してる資格とかですね。血液型お願いします。 A 型です。もうまさかの A 型、 A 型に見えないですよね。国際結婚に両親は心配などしませんでしたか？一人っ子なので、なおさら心配されたのでは。国際結婚で困ったこととかは全然なかったんですけど、最初やっぱり国際結婚、韓国の方と結婚するってなった時に、やっぱりその時回とちょっと、大体1年ぐらいは揉めたというか、ちょっとこう冷戦状態というか、そういう時期があって、でやっぱりすんなり結婚とはいかなかったかなとは私の記憶であります。